はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はご紹介する展示物はこちら、ウルトラマン XDXF フィギュア全1種類ということで、プライズ限定商品。休んでられません、もう休んでられませんよ、僕は調子悪いからといってね、やっぱサボったりしてたらダメですからサボってるわけじゃなくて、本当に本当に実際本当に調子悪いという、結構開きづらい。その理由はこちら、段ボールがすごい敷き詰められてますね。でもこれは本当にありがたい梱包ですよね。はい、それではパッケージから見ていきたかったのに、もう続々開けてる。パッケージ結構かっこいいです、ウルトラマン XDX フィギュア。はい、もう全面に X 押し出されてますね。角度がこういろいろつけられてるのがいいですよね、後ろ姿とか。それでは見ていきましょう、こちら。おお、お、DX フィギュアの、この、六角形のやつ、久しぶりに見ましたね。六角形の台座、久しぶりに見ましたね。おー、懐かしい。仮面ライダーのね、やつを昔よくレビューしてたので、気になってる商品です。で、仮面ライダーゴーストも本当は欲しいんですが、ちょっと手に入りそうにもないので、ちょっとお待ちください。はい。こちら。あー、赤いというよりも、ちょっとなんか、ピンクっぽい赤みたいな感じですかね。うん。すごく、赤ではない。それがまたいい感じですね。で、カラータイマーの部分がかなり青で、ここ強調されてていいですね。耳の部分の水色もかなり、綺麗に塗られててめちゃくちゃいいですね。これが X はなんか特徴ですからね。ヘッドホンみたいな感じが。うむ。いいじゃないですか。ただこう、やっぱ DX フィギュアなのでこうね、何も動かない。そして足にもウルトライブがついてるわけでもないので、なんかこうちょっとね、飾っとくだけっていう、それだけなんですけども、ただ、ね、やっぱ僕ちょっと X 大好きなんで、最終回っていうか、総集編の一個前、最終回見ましたけども、大地あんな感じでね、ほんと良かったです。あー、股間が結構、ティンって感じですね。股間ティンって感じですね。うん。お尻もプリケツですね。さすがウルトラマン。プリケツですね。後ろ、あ、角度ついてますね。首の角度が。この背びれがね、曲がってますからね。いい感じですね。しかもメタリック結構綺麗ですね。こう体の部分というよりもなんかこう、顔の部分の方がメタリックが綺麗な感じがします。複眼も複眼っぽく、ちゃんとギザギザみたいになってますね。腹筋すごい割れてる。俺もこんぐらいまでなりてえな。はい、ということでこんな感じ。はい、今日ご紹介したのはこちら、ウルトラマン X の DX フィギュア。これはね、結構置いてある店と置いてない店激しくてですね、しかもこう取れないような結構仕様にしてる場合もあるので結構難しかったですね。1500円ぐらいかかっちゃったかな。はい、ということで、まあ1500円だったら普通にフィギュア買ったと思えばちょうど妥当だと思います。ということで、また明日。